はいどうもこんにちは、ジェット大輔です。じゃーん。今日はね、EOS R の話題です。えー、なかなかね、EOS R、新しい話題が出てこなくなりましたけどもね、私、この度新発見しました。フォーカスガイドというね、機能。ここ、僕のここにね、今、フォーカスガイド出てますけども、いいですか。この、こう、ピントのね、リングを回しますよ、これから。いいですか。ぐーっとピントのリング回していきますよ。でレり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 りりン 緑になったでしょ。一瞬緑になったでしょ。ね。はい。また、インジケーター。インジケーターというのか、これは。広がっていきました。はい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 。狭まってきた、狭まってきた。ピーンと、合掌する箇所が分かるわけです。こうやって覗いてて、キューッとマニュアルフォーカスがすごく分かりやすいわけですね。このフォーカスガイドによって。が、電子接点付きのレンズでしかできなかったんですよね、これまでね。 えー、キャノンの RF レンズ、それから、まあ、いろんな会社が出しております EF マウントのレンズでも電子設定がついてるものでしかできなかったような気がするんですけども、これ、見てください。このレンズ何でしょうなん、なんて書いてありますかねこれ。はい。スーパータクマーなんですね、これ。<laughs> え、他社製のオールドレンズですよ。オールドレンズでできてしまった。どういう仕掛けになってるかっていうと、 え、これ、レンズ外します。ガチャっと。ここは普通の EF レンズのマウントアダプター。ね。そして、スーパータクマ、M42 マウントのネジ、ネジのマウントですからね。スクリューマウント。こう、くる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 っと。えー、このネジ、ネジを EF マウントに変えるアダプターです。こちらは。ね。EF マウントに変えるアダプターなんですけども、K&F コンセプトの製品ですね。これ、裏をくるっと返すと、 電子接点がついてるんですね、ここにね。何のための電子接点かっていうと、もうこれね、一眼レフからあるのよ。一眼レフの時代から。一眼レフの時代って言ったらあれだけどさ。まあ、あの、ミラーレスの前の時代からあるわけ。何のためかっていうと、イオスってね、一眼レフでピューっとマニュアルフォーカスしていくと、ピッて四角が出てさ、あの、音が、 ピッてなるやつあるじゃないですか。まあそれもフォーカスガイドの機能なんですけど、それ、そのための電子接点。えー、特にその距離を計測するエンコーダーが入ってるとかではなくて、えー、EXIF データにレンズの名前が入るとかでもなくて、そのフォーカスガイドを出すための電子接点なんですね。それがついてるものを なんかね、僕ね、勘がピピッと働いたんですね。ひょっとしてこれはいけるんじゃないかと思ってね、そのアダプターを購入して、えー、ガチャンコとつけてみたわけですよ。したらびっくりですね。あの、<laughs> なかなかハマらない。はい。はい。ね。そしたらね、フォーカスガイドがまんまと表示されてたと。びょっと。はい。 フォーカスガイドよよよよよいよよピーンねただ肝心のこのピピピピピーンってなったところでシャッター切ってじゃ実際にピント合ってるのかどうかですよねこれがね実際にピント合ってるかっていうと若干ずれてるの若干ずれてるのでもね目安にはなる すごい目安として、あ、いいなと思った。あとね、僕ここにね、マルチファンクションバーに拡大、拡大を割り当ててるんですけど、この拡大の機能がですね、実はね、電子接点がないレンズを使った場合、効かないことがあるんですね。ほぼ効かないんじゃないかな。それも、今ね、今お見せした通り、こう、これで拡大してましたからね。はい。ということでね、若干ずれるけども、 フォーカスガイドピーンっていうのが使える。使えるっていうか表示される。うん。若干ずれるけども。まあ目安としてはいいなと思ってます。はい。